続きまして藤枝バイン FC 監督須藤大輔よりご挨拶申し上げます。藤枝バイン FC に関わる全ての皆様、2023年度 J リーグ J2 初昇格の藤枝バイン FC をサポートしていただきまして誠にありがとうございました。我々の大命題である J1 昇格というのが成し遂げられず申し訳ない気持ちでいっぱいです。J2 残留は果たしましたけれども、今日の戦いを皆様とこう一緒に感じていただいて、これはやはり J1 に連れてってあげなければいけないなと今日も感じました。やはり10人になっても、まあ、今シーズン6回目ですか、10人になってもそうですね、笑いっぱなしにしたいですけどね、まあ、この10人になるっていうのも、改善しなければいけない。ただ10人になってもこれだけね、攻撃的にいけるっていう選手を私は本当に誇りに思いたいと思います。ここにいる選手、まあ、全員でね、本当は来年も戦って、J1 昇格成し遂げたいっていう気持ちはあります。ただプロである以上、出会いがあれば別れがあって、ここにいる選手たち全員には叶えられない夢なのかなと。ただこの試合の前に選手と共有したのは、藤枝前氏が全てではない、やはり個人としてどうやって成長していくか、もちろん残った我々はね、J1 昇格という、大命題を手繰り寄せるために努力していきますけれども、やはり一人の人間として目標、人生の目標を最後に笑って終えられるようなね、そういう人生に送ってもらいたいと思っております。その中で藤枝前 FC として、サッカーとして、サッカーには私は力があると思っています。ここの藤枝総合のグラウンドで、この劇場、夢の劇場にして、もっともっとね、エンターテインメントなサッカーを皆さんと共に共演をさせていただいて、来年こそはもう一個上の夢の景色を見ようと誓いたいと思いますので、来年こそは、一緒にね、最後の最後に笑って終わりたいと思います。本当に1年間支えていただきありがとうございました。本日も本当は勝ち試合を皆様と共に共有したかったんですけども、選手たちに最後に大きな拍手を上げてください。本当に1年間ありがとうございました。